とは、紀元前4世紀に古代ギリシアの哲学者、アリストテレスによって書かれた、動物、生物に関する、研究書の一つ。彼の動物に関する記述は、古代世界においては、唯一無二であり、非常に優れた業績の一つである。全員10巻からなるが、第10巻は偽書であり、第8巻、第9巻の審議についても論争がある。古代ギリシアでは、 自然界における動物に対する知的関心が寄せられるようになり、アリストテレスは植物及び動物についての研究を記録していた。アリストテレスは本書、動物史では数多くの観察結果を記録しており、そこで観察されている動物は520種類である。アリストテレスが本書で述べている内容は先人の研究業績の引用ばかりではない。 アリストテレス自身が行った観察や解剖も多数含まれている。例えばタコやイカなどの頭足類について、オスが性能をメスの体内に挿入する際に使用される公設腕の機能について詳細に調べている。またエビやカニなどの甲殻類に関する解剖学的な調査が述べられており、サメの胎盤構造についても記載されている。原点は、 随理の9巻から構成されている。こうして本書では生物の観察による知見、既存の説、それに対する反論や自身が提起する説などを総合的に解説している。分類学の観点から次のような区別を行っている。まず動物は無血動物と有血動物とに対別され、両者はさらにゲノスという区分で分類される。 無血動物は遊郭類、昆虫類,類、甲殻類、軟体類から、有血動物は魚類、卵性子足類、鳥類、哺乳類の4種類から構成される。原点の用語も考慮して説明すると、アリストテレスの分類体系は下に示すものである。生物の発生学的な問題についても、関心を示しており、アリストテレスは、 数多くの動物の産卵や発育を自身で観察している。特に鶏の卵の殻の一部を割って観察を行ったことによって得た発生学的技術が有名である。鶏は3日間で初めて肺が発生し、心臓は反転のように観察することができる。この反転は次第に明確に拍動するようになり、 血液は渦巻き型で発生する血管を通じて全身に送られる。しばらくすると分化によって頭部が形作られ、特に眼球が急速に成長していく。20日目で卵の中のヒナは動作し、体毛が生え、発生するまでに成長する。20日を超えるとヒナは内部から卵を破って出てくる。このヒナの体を解剖すると卵黄の塊が 蝶に付着していることまで確認されている。アリストテレスは様々な観察の結果、魚類の中には交尾などを経ずに、いきなり推定土壌などから発生するものがあると推定し、それは生命のないものから動物的生命に向けて少しずつ進むものと捉え、その過程にある多くの生物には、どのような分類に属するのか明晰ではない生物もあるとする。 アリストテレスは無生物の上位に植物を、その上位に動物を位置づけたが、また、海洋生物の中には植物なのか動物なのかが、曖昧な生物が、数多くいる、とも述べている。このパイプシロンローゼータアルファーシグマタウ、ローアルファーヨタ、動物詩は古代ギリシア語で書き写されたマニュースクリプトが、残されている。近年になって、 アリストテレスの生物研究に関する専門家 DM バルムが編纂した出版物が登場した。無料電子版でも読める。外部リンク参照。ありがとうございます。